クレストは、紋章の兜の上に置かれる紋章の構成要素の一つである。英語のクレストは、頂点や頂上、または、鳥の頭部についている、土坂の総称を意味し、ヘルメットの頂部に、鳥の土坂のように立っているため、そのように呼ばれる。日本語では、兜飾りと訳される。16世紀以降の紋章で見られる。最も初期のヘラルディッククレストは、 戦場の金属板に描かれ、通常、シールドに描かれている紋章をそのまま繰り返して、表した。後にこの方法は、スタレ、クレストは川焼き、その他の材料を用いた彫刻になった。当初、クレストはしばしばマントにつなげて表されたが、今日では、通常クレストは、シールドの主要な色である。 リバリースを用いたトースと呼ばれる絹を寄り合わせたリースの内側に立っている。なお、リバリースとは、日本語では、色瀬と訳され、領主が家臣や従者に与えた揃いの衣服のことを言う。様々な種類のコロネットは、若干の変わった例ではコロネットがトースの上に位置することもあるが、トースに変わることがあり、クレストの全部または一部と定義されることもある。 最もよく見られるクレストとコロネットの組み合わせは、8枚ではなく4枚の葉を持つ、簡略化した、公爵感である。市や町の紋章は、しばしば頂部に、凹凸のような切り欠きを備えた石垣の形の召喚、すなわちミューラルクラウンを持つ。クレストとして比較的よく用いられるものには、通常胴体の半分から、前だけが見えている、動物、 同様に腰から上の人間の姿、武器を持っている腕または武器、鳥の翼などがある。女性及び聖職者は戦争またはトーナメントに参加せず、その際に身につけるカブトを持っていないため、少なくともイギリス以外では通常、女性及び聖職者はクレストを持たない。例外は紋章の表示が王のそれと見分けがつかないイングランド、または イギリスの在位中の女王である。ありがとうございます。